うっす、みなさん、ザ・グッズ・ナイトです。お久しぶりですよね。今日は、ちょっと、引っ越しがちゃんとね、ズミとか、インターネットがついにアパートに来た後、またレビューをできるので、よろしくお願いします。今日のレビューは、ちょっとアメリカの会社、ショーン・コンセプス。このことですよね。全部アメリカに作るのやつとか。この人ってさ、このオリジナルのプレートキャリアといろいろのギアが作ってるので、この面白いの方法は、このなんとか包丁、なんとかコンバットナイフとかいろいろのやつはプレートキャリアのマウンティングがちょっとローでやるが、いろいろの技があるけど、いろいろはちょっと小さいの問題があるという、例えばこのブレードテックのやつが前に使ってたけど何回でも使える、これにマウントするとか、何でもかんでもこのナイフの方でいつも腕のところにパカーンとずーっとちょっと邪魔にするとあまり好きじゃなかったから、そのベルトの方でもブレードテックのことにもあるんですけど、でも ベルトにつけてちょっと取りづらいと戻すが全然見えないから、ちょっと危ない思ったから、とあまりベルトの方もあまり好きじゃなかったから、それもやめたので、それでついにこのショーン・コンセプツのシャーシェンク V2、 オリジナル V1 もあったけど、それを買う前にちょっと新しいのが作ってたので、それはちょっと売れ切りだったの、今新しいのが作ったと、ああこれでやってみたら治るかも。ちょっと昔のプレートキャリアの方はこのデザインはよく違うだったよね。今はそのロックだけの3つのマガジンぐらい、ちょっとプレートのサイズばっかりになりました。その前にそのちょっと広いの方でいっぱい取れる、それかこっちにもストラップパチンパチンと、それからオーバーにはチェストリグと、チェストリグがいっぱい持つから、こっちのスペースがちゃんとに使えてたので、海兵隊の方はもっと広いのあるから、それにもオーバーにはストラップすると全部のギアにできるけど、このウレのバンドのカバーバンドの方でいろいろギア乗せたら、トレイルの時にそのギア後ろにウェイトに行くとか、とこの無線機の方でそのままでマウントすれば、こっちみたいな感じで、これでそのウレにくっついたら、その無線機が開けるの時にその線ケーブルも行くから、と、ああこれも取り忘れたら大変、でも今のセッティングでその問題がないですから、すごくいいですよね。じゃあこれは大体どんなことですよね。これを開けたら、これのやつです。2つが書いちゃったので、このテグリスのマテリアルでこのデザインに作ったので、こっちのカットがあると、それでいろいろのパウチ、この月のパウチがあるので、これはこれがあるからあまりメッシュが必要ない。でも前にいたいの JPC とか SPC のプレートキャリアで、その中には入ってるから体にくっつく、そのメッシュがめっちゃいい感じです。今はこれであるのであまり必要ないけど、このメッシュはこれなかったら、このメッシュが本当にレスキューにするみたいな感じるですよね。この感じにできるとか、この反対にも、マウンティングは反対にすれば、左の方でもできますよね。だいたい包丁とかマガジンのデザインですけど、無線機は、サイズはだいたい大丈夫けど、このケーブルは入られないです。それで、下の方はよくスペースがある。でも、まだ無線機がきれいに使えます。それと、今が、取るなれば、全部のケーブルマネジメントはこの前の方にあるので、すごく便利です。こっちには全部はマジックテープで、入れますよね。取れるかな？できた、できた。そうそう、全部はマジックテープで。そのマジックテープがあるのに、こっちの中には全部は柔らかいの方が入ってます。こっちには、ちょっとだけフラップがあると穴にもあるし、それでリテンションケーブルとか、なんとか特別作るのことに必要なればできますよね。全部はアメリカで作るとか、それでベリーコンプライアント、めっちゃいいことと思います。中の方でちゃんとバツ、
の3の四角にもあるので、ちょっと X マンのスーパーパワーみたい。でもそれは確かにその糸の入れるのためとか、これで前のはよくなんとか JPC のウィングフラップはあったんですけど、この硬いマテリアがなかったからよくゴロゴロとかになるので、ちょっとゴロゴロすぎるあまり包丁の方で好きじゃないとか、無線機でもあまり好きじゃない。それでその SPC のエアライトの無線機のパッチが前にあったけど、ちょっと売れちゃった SPC と一緒に。それで今はこのデザインで、これはちゃんと入られないから、このマジックテープは上に乗せたと。それで無線機が飛び逃げられないですと。このジップロック帯でケーブルにマネジメントすると、ケーブルもなんとか長くのいろいろ変なことをしないになるので、すごくいい感じでしょうね。無線機が今もっとちょっとのやつが作られるけど、とりあえずこっちにも引っ張ってとマジックテープを開けてと無線機が取れます。セッティングプログラム全部確認できるので、あとはマジックテープ両方の方で入ってるから、また入れてこっちに戻してと直しました。すごく便利。もうそのエアライトの方がこれよりいいと思う。無線機のためにでも別のことは簡単とか綺麗にできますよね。うわあそれとサイズはだいたいマガジンと衣装のサイズです。マガジン入れたらだいたいよくわかるになりますよね。それはマガジンぐらいの包丁はマジックテープに入れた包丁でも綺麗にできる。ちょっといろいろ便利。戦うよりなとかケーブルカットとかいろいろなんとかいつも便利なやつ、まあ、人生人間の昔の時代でもいろいろの時代でいつも便利なやつだった。ずっと持つの方がいいです。これは全部レーザーカットのマテリアルですよね。ちょっとブルーフォースギアのスタイルでマジックテープボタンによりマジックテープに戻す。レーザーカットがよく強いとめっちゃいい感じですよね。もうちょっと軽いにも軽いも素晴らしいことです。もうその感じで何でもかんでもできますよね。もうちょっと広いなれば、その無線機パッチがもうちょっと綺麗にできるんですけど、とりあえずこれはあまり問題ないです。と包丁が入れるのを時にそのままで入れて強くついて、またこっちにもセッティングしないといけない。よいしょ。こっちですよね。それからまたプレートキャリアセッティングして、よいしょ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 、準備 OK です。 Roger moving。できるので、これはヘルメットからもう一回プラグして完了。もちろん邪魔しない、ちゃんと綺麗に動けるとか、泳ぐはまだちょっと下手でもそれはプレイティカリアのせいじゃない。もちろん必要な時そのまで取れる。戻しぐるぐるちょっとだけやる、でもそんなに大変じゃないです。もうまだ銃が使えるので、銃がちゃんと綺麗にそのまで持って、こっちには邪魔しない、包丁が邪魔なしで綺麗に持つ、綺麗に動く。 OK ああちょっとだね。よいしょ。じゃあ緊張お疲れ。じゃあ大体そんな感じですよね。日本の存在まだ何も聞いてないけど、よくアメリカにはちょっと人気なやつです。このカバーがないんですけど、ちゃんとそのシルバーの、マテリアの方でちゃんとはっきり見える。なんとかなんとかカスタム作ったらカバーにも作られると同じのカヨティブラウンの色になったらもうちょっと綺麗になるんですけど、今はあまりそんなに問題ないですよね。でも全部は大体その感じです。ピュッ、便利とか拳銃にも使えるし、悪くないよね。はやーしゃーじ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 ゃー。その理由は大体そのままで、なんとか質問なればとか聞いたことないなれば、そのショーン・コンセプツ、ショーシェンク、ビートゥ
ップの方で検索すれば確かに見つけると思います。じゃあこのレビューはとりあえずそのままで、レビューがちょっと久しぶりから、やっぱり楽しいよね。じゃあ皆さん、いつかね、サバゲに行くかまだわからないんですけど、もう楽しみです。で皆さんお疲れ様です。また今度ですよね。